はい、こちらね、難波小太郎道周辺にありますね、レンタルショーケースで販売されている、レンタルショーケースを借りているね、オーナーさんの、オリジナルのね、森羅万象の、昔のね、カードがたくさん入っている、ごちゃ混ぜオリパの商品の紹介をさせていただきます。あ、ちょっと待ってくださいね。うちのバカごまちゃん。ほら。やっぱうまいよね。扇風機止めました。 はい、まあ可愛い猫ちゃんなんですけどね、バカなんですよ。 で、これがね、1パック目、2パック目、3パック目、4パック目、5パック目、6パック目、7パック目。こちらがね、まだ開けていない、8パック目になります。で、こちらの方をね、開封していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ずらしますね。よいしょ。うわ。ちょっと待ってくださいね。このね、僕の、今はめてるね、このね、あれ、手袋とね、この 上に巻いてるこのビニールの相性が悪いみたいでね、取り出しにくいんですよ。はい、こちらの方とね。はい、1枚目がこちらと、あ、ちょっと待ってね。これさっきなんか言ってたやつじゃないですかね。なんか、玉の色がどうのこうの言ってた。これね、これやったかな？あ、これ。あ、でも一緒ですよね。ほら。このね、バックの、絵の表現わかります？これ、こう、キラキラしてて、これがね、なんかこう、ちょっとこれ言いにくいんですけどね。違うと思うんですよ。ただ、絵が一緒なのと、名前も一緒なのと、こういうこと言いたかったのかな、その子が言って。これ確かにね、ちょっとこう、まあ、青といえば青だし、緑といえば緑ですね。それを言いたかったのかな？その子が言ってること間違いじゃないのかな？まあ、間違ってないかもしれないですけど、でもね、さすがにこれがね、まあ本当に言ってるように青、緑だったとしても、これが黒とか赤はね、僕、ちょっとそれは違うような気がするんですけどね。あ、まあ、まあちょっとね、まあ、そうなのかもしれないですね。ちょっと待ってくださいね。ああ、癒されますね。僕と同じ人ね、癒される人だったらね、この動画どんどん見ていってください。はい、こちらの方と、はい、こちらとね、はい、こちらと、はい、こちらとね、僕のね、動画をね、知ってる飲み仲間にね、チェックしてもらったらね、本当に喋り方だけうまいわ。あ、ダブってますね。これとこれね、喋り方がうまいわけじゃないんですけど、一番最初のね、3ヶ月前に比べると、良くなったって褒めてくれましたね。何でも慣れですね、人はね。はい、こちらの方と、こちらの方とね、ね、見せる角度とか、あとね、以前やったら、まあ、これだとちょっと見やすいじゃないですか。僕もね、そんなは、見えにくいことをするつもりなかったんですけど、例えば大げさにやったらこんな風にしてね、一枚ずつ見してたとか、やっぱね、見ていただいてね、こう、いろいろ周りからね、指摘されることで、また治っていきますので、これをね、見てくれてる方で結構なんでね、バットの方をね、低評価入れてくれても全然僕怒ったり構わないんで、その時にね、理由を書いてください。見にくかったよとかね、声がちっちゃいよとかね、できるだけね、みんなが楽しく思ってもらえる動画を作っていきたいと思いますので、はい、こちらの方とね、あ、こっちもさっきのやつですね。まあ、これは全くちょっと違う感じになっちゃうんですけど。ただね、僕見てて思うんですけど、悲しいのがね、
今回の災害の、なんていうんですかね、YouTube 動画のやつもね、あれ、人のためやったらいいんですけど、ただね、ヒット回数が欲しいからっていう意味でね、投稿してる人がいたら、あれね、やめといた方がいいと思います。やっぱね、あ、これいいな。みんなね、苦しんでる人がいっぱいいますので、まあ、大きなお世話なんですけどね、毎回っていうのは。やっぱりね、やめといた方がいいと思います。あと今、西日本のやつでね、困ってる人がいて、水がないところもあるみたいなんですけど、5年前、10年前もね、なんかそういうのがあって、こっちでね、そうなってない場所でお水を買ってね、3倍、5倍の値段でね、オークションで売る人とかいましたけど、あれもね、やめといた方がいいと思います。ただであげたりね、同じ値段であげるんだったら僕全然いいと思うんですよ。ただね、そういう人がね、困ってるのをつけ込んで、自分だけがね、得しようっていうのは僕はやめといた方がいいと思います。はい。こちらね、これ僕持ってないです。これなんか価値ありそうですね。また調べておきますね。はい、こちらの方と。でもね、僕もね、最近ちょっと分かってきたんですけど、おせっかいごとはね、こうやって、その本人がいないときは言うたりね、なんか言う、してるんですけど、以前はね、僕がね、あ、この人にこう言った方がいいなと思ってね、注意とかなんか言ってたときがよくあったんですけどね、もう最近は言わないようにしています。その人はその人なんでね。はい、こちらの方と。結局ね、注意してね、謝ってきてもね、その場でね、取り繕ってるだけで、結局その注意した人がいないかったらね、また元に戻るんですよ、人は。はい、こちらと。はい、ソードギル。こちらとね。はい。これもダブってるんかな？あ、違いますね。びっくりした。こうですね。こういうことですね。はい、こちらの方と。はい、こちらの方と。あ、ごめんなさいね。これね、相性悪いんですよ、これ。はい、こちらの方と。あ、これかっこいいですね。忍者マスター。はい、こちらの。これね、持ってなかったような気がするんですよ。これ僕の中でよく出るタイプのカードです。僕の中ではね。はい、こちらの方とね。はい、こちらの方と。あ、これ初めてです。僕の中では。この葉。持っててもね、これ2枚目とかそんなんやと思うんですよ。ダブっててもね。これ僕、初めてのような気がします。嬉しい。あ、これも初めてだ。持ってないわ、多分。これと、あ、これは持って、あ、これね、いっぱいあったような気がします。あ、これダブってて嬉しい。僕、このカード好きなんですよ。コアキューブ。あ、嬉しい。おー、これ入ってたんだ。これ確かね、僕の間違いじゃなかった、これ、買う側がまあまあええお値段してたと思いますよ、これ。多分。あ、異常に高くないですよ、なんていうんですかね。他のやつだったらね、まあなんか10円とか20円とかなんですけど、これ、なんかね、200円とか300円やったような気がします。買う側でね。買い取りはね、これと一緒ですよ。お店さん持っててもね。はい、まあこんな感じになってますので。はい、またね、こんな感じでね、大量にね、ナンバーオタロード周辺のものをね、買ってきて、皆さんにね、ナンバーオタロード周辺でね、ブラブラしたらね、こんな面白い商品もありますよ、みたいな動画投稿をね、どん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 していきたいと思いますので、もしね、よろしければ、僕のね、チャンネル登録とかね、コメントの方、ぜひ、よろしくお願いいたします。